ポコナチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。難しめの30秒スピランか。手をクリア者のタイムが30秒ギリギリじゃねえか。ってことは、かなり細かい動きが必要になってくるね。どこでタイムを縮められるか見極めも大事そうね。コース全体は短そうなんだがな。30秒だからサクッと行きたいわよね。今回はジャンプのタイミングが遅れますと。ってなんで嬉しそうに言うんだよ。本当にバカね。足場がギリギリに配置されてるな。でも意外と簡単に飛べたよ。さあここは。なんかさっきと似たような場所ね。ふわっとヒップドロップできなかった。今のは分かってただろ。反応が遅れた。今度は大丈夫。ここ。よし天才。それは言い過ぎ。さあ再び地上エリアね。ブラパが交互に並んでるわ。だがこれぐらいの配置なら簡単だよな。もちろん、それよりこのパを使える？こことかさ。やっぱり。で、あっとこのブラパは死んでなかったか。今絶対油断してたでしょ。完全にいけるものだと。このコースのおさらいですが。で、早すぎじゃね？ですがって何よ。いや、すごく早いなって。まあ、いっか。それよりここで。壁キック。そんな方法か？そう、ヒップドロップすると一旦動きが取られちゃうからこっちの方が早いかなって。なるほど。これでギリギリだったタイムを縮められるわけね。よくこんな方法を思いついたな。うん、これは前にプレイしたコースのテクで使ったから覚えてたんだ。え、そうだっけか。でもなんだかんだ半分を過ぎてるみたいだけど。ふ、このまま一気に行くぜ。これは本当にあっさりクリアするのか。さあここは、スターランダー。ここで少しでも詰まったらタイムアップだぞ。僕がそんなミスをするとでも、ミスもしてる。よい子だ。さあ一気に走れば。しゃあゴールだはい、というわけで無事にクリアすることができました。本当にクリアしちゃった。最初は難しそうに見えたんだがな。後半がかなり楽だったね。よっしゃ、タイム更新できたね。さっきの壁キックが効いたわね。あれがなかったらワンチャンアウトだったかもしれないからな。うん。でも久しぶりにあっという間にクリアできたからよかったよ。たまにはこうやってサクッとやるのもいいわね。さて、コース制作者の翔太さん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。